俺はもうダメだ。厳しいな。やった、バカンスだ。あ、重要感が少ないので狙われる可能性は低いですね。生き残る可能性は高いですけどね。だ、空母早めに沈めんと、空母か戦艦を早めに沈めんと自利品ですね今回。おおいえおいえ、あ、そうそう、ここだ。ほっとほっと、まだ動けない。これどこ行った方がいいんだろうな。今動きました。お、まだ僕動けないっす。あ、動けた。あー、あ、ごめんなさい、なんか行っちゃった。B、 D だろうな。 B には行かん方がいいな。 D、 D って言っとこ。敵も味方も駆逐が多いんで、多分いかん方がいいだろうな。 DB には、ヨウさん、その上の岩場の方から D に近づいてってくださいね。はーい。多分最短距離で行くとあんまりいいことないと思うんで。B ですか ？D、D。B ですよね。D、デルタで、デルタ。ラージャ D。その戦艦デルタに行けって言ったな。早い段階です。空母見つかりました。空母は、あ、ヒロさんそっち行ってんの？ B に行ってんの？うん、B に行ってます。あ、じゃあそっちからもう空母行っちゃってください。僕も攻撃しますわ。はいはいはい。エンジンブーストアクティベイテッド。真っ正面から行くと言っても捕まりません。大丈夫ですか？捕まるかもしれないし、ただ今見えてるのがなんだあれ、アサゴ？いや、戦艦ですね、あれ。見えない。アタゴ、アタゴ、アタゴ。アマギ、アマギだ。アタゴじゃないですね。アマギ。正面アマギ。さあ、こっから後ろから追っかけてる感じだから見つからないかもな。あ、飛行機飛んできた。バレた。来た。バレたけどさ、こっちを見つけた。
かお前。綺麗に逃げていきますね。流暢。大丈夫です。一応こっちからもう挟み込もうとしてますんで、なるべくあの生き残っといてくださいね。死なないで。攻撃できないから。あ、うそ、直撃した。直撃弾食らった。ワクチン。あまりだな。まずいな、まずいな。ジグザグしてたのに。魚雷は当たんなかったけどダメだな。砲撃はやっぱ一撃必中弾食らうと死んじゃう。そうですね、当たる時は当たりますね。あの先のでかい島のところに龍城が隠れたと見えたんだけど、なのちょっと飛行機飛ばすまで待っときます。見つかるんで。くそー、本当は攻撃したかったな。まずいね、一人でやんなきゃいけない。愛のあの辺にいるはずなんだけどな。愛の8、6か、愛の6あたりにいるのは見えたんだけどな。わかりますよ。The enemy team has taken the lead. よし、飛行機飛ばした。OK。そろそろ見えるはずなんだよね、この近くで。あ、行ったな。行ったよ。見つけた。だいぶ端っこ。あ、こいつ守りつけてたな。戦闘機で。でもとりあえず今こっちに守りいないでしょう、多分。そうだ。いないですね。うん。多分抜けてきた感はあったので。うん、おそらくですけどね。飛行機だけ避ければ。ちょっと時間かかりますけどね、流量硬いんで。撃ってきた。当たらん。全部避けられた。スモークジェネレーター started。敵だけどこにいるかわからんな。駆逐はだいたい全部上に集まっちゃってるから、1、2、1、2、3、4、駆逐は全部いるな。今見えたな。まだあと12秒かかる、リトートに。ああ、最初はそっち誰もいないですね。空母2隻のうち1隻が分かんないだけって。いや、知ってますよ。だからこっちおびき寄せたんです。ただ上の方の味方はもうなんか上の方に固まっちゃったまま動いてないんだよ。当てて、行け、死ねばいい。 OK、潰した。さあ、問題は、あとはあれなんですね、敵は駆逐が多いんですよね。
ね。で、軸が多いのはいいんですけど、見てると A あたりが多いですよね。味方の空母がやられなければ、やばい巨大か、ダメねえよ。A 方向から3隻だからな。で、駆逐が多いんで足が速いじゃないですか、うん、なので陣地取っていかんと今度点数戦なんで引き分けないんですよね。I get B。 わあ、あんなところにいるのか。A の位置に空母が挟まったように今。あー、ちょっと待ってよ。君は C を取ってほしいな。クロハンゲットし、いけるかな。エンジンブーストアクティベート、どうだろう。できればこのクロハンさんかな。この人が上の、あ、今指示出したね。上の駆逐倒せって言ってん。残り駆逐と戦艦だけなんで、うまくいっちゃ勝てるんですけどね。戦況的に押してるんだけど。あれ、プロファン B に来たな。 B じゃなくて C に行ってほしかったんだけどな。空母がやばい。空母守らんとまずいな。うちの空母 C にまっすぐ突っ込んでいってますけど。いや、 C は多分駆逐がいるんですよ、あそこ。戦艦が上にいるじゃないですか。だからあとも駆逐しかいないんですよ、敵。だから空母に行かせるなんてもってのほかなんですよね。空母でも逃げ場がないわけじゃないと思いますけどね。あの位置は見えないですよね、まだ。見えないです。見えないけど多分追ってきますよ。そろそろあの距離だったら駆逐から空母が見えると思うんで。発見ってついたのかな、分からんけど。プロハンって C に行ってもらうかな。見えてなくて D とかに回ってる。ああ見えちゃう、見えた。D に回ってる、 D に回ってるな。飛行機が偶然見つけてくれたのかな。一応多分索敵してたっぽいですよ。ただ飛行機が帰ってくる方向で場所がバレちゃうんだよね。戻ってくるかどうか分かんないですけどね。 D の占領が始まったら大丈夫かな。まさかの偵察が回ってた。まあ D の占領始まりましたね。始まりましたよ。駆逐がいたんで初春か。
ハルがドリフトしてきた。やばい。A 守りに来たな。見えん。Our victory is in sight。沈めた。一気に点数が変わりました。一石あのクロハンが C にいた口を沈めたでしょ、うん、よし OK。 魚雷で沈めました。残り敵駆逐2隻、空母に隻が空母にじわじわ迫ってるですね。もう1隻は分かんないけど、あの味方空母が落ちたらまた点数減るんですよね。空母の複砲で当たらないかな。あと500ぐらいしかないんじゃないかな。800か。あ、800だったら落とせそう。あとちょびしかないですね。おお、そこに駆逐いんのか。あ、やばい。でもなんか魚雷撃たれた。引っかかってない。止まってる。あれ、なんかやられたのかな。あ、死んだ。やっぱりやられたか。いた。駆逐がいるな、あそこに。味方の巡洋艦が2隻、アタゴとあと何かが行ったから、それで何とかしてくれるとは思うんですけどね。南側は多分これこのまんま2隻近づいて沈めておくわけじゃないですかね。3隻今行きました、挟み込んで。おう。で、北側に1隻、駆逐が1隻いますね。ああ、もうあと残り3000だから、もうちょっとで終わるな。これで終わりです。1000。点数取るが早いか、全滅が早いかぐらいで勝てそうですね。あ、味方沈められた。点数が減った。ガーン。駆逐の最後の悪あがきでやられましたね、味方が。綺麗にあの魚雷が入るパターンだね。うん、魚雷が入るパターンで。あの駆逐どこ行こうとしてんだ。引っかかったか。うん、引っかかったみたいです。じゃあ反対から回り込もうか。沈められんなよ、アタコ。エンジンブーストディアクティベイテッド。出会い頭に魚雷撃たれたり。あ、また一隻沈めましたね、今。気づいたら。一応保険で撃っとこう。あ、もうないわ。ここの正面終わった。しました。やった、やっとですね。やっとですね。なかった。1600円。全然もらえてない。210円だから早打ちにしちゃダメだって。